記念すべき第1回はこれ、カフェステラの制服です。パステルカラーを基調とした明るいデザインに白いラインが効いてます。腰のエプロンはロゴが入ってますよ。お店では採用されませんでしたが、メイド服みたいなシックなデザインも素敵ですね。しっこし、死神の蝶ってどういう意味なんでしょうね。早く本編をプレイしたいところですが、発売まで残りは30日、もう少し待っててくださいね。ほなな。いきなりこんなことしてていいの？っていうか、なんだか妙な疲れが。ああ、第2回はありませんので、あしからず。ゆずソフト最新作カフェステラと死神の蝶の発売日は12月20日ですよ。思ったんだけどさ、そのタイトル長くない？確かにちょっと長いですね。ゆずソフトのゲームって割と短めタイトルの方が多いですよね。こういうのって宣伝するときに大変だから、何か省略する方法を考えた方がいいんじゃない？そうかもしれませんね。カフェステラと死神の蝶。カステラ？前半でキュッとまとめましたね。じゃあ課長？本当に頭とお尻だけですね。ではフェラ髪なんてどうでしょう？どしもネタ？そんなの宣伝できないよ。っていうかそれ勘違いをされそうじゃない？なんかこうフェラチオとゲームみたいです。すみません、挿入とかもたくさんしてますよね。そういう問題かな。ゆずソフト最新作フェラガミの発売まで残りは29日。ほら、短くてすっきりしてて覚えやすい。確かに覚えやすいですけど、なんか違う。ゆずソフト最新作カフェステラと死神の蝶の発売は12月20日か。どうかしたのか？これって恋愛ゲームですよね。そうだな。私恋愛とかしたことないから、恋に落ちるってどんな感じなのかなって思ったんです。恋に落ちるか。ミカドさんはどう思いますか？人によるとは思うが、聞いた話では音がするものもいるらしいぞ。音？例えば鐘の音とか。ああ、教会の鐘の音ですね。あとはギターの音だったかな。ギターですか？例えばこのような。かっこいい。突然ラブストーリーが始まりそうな音ですね。しかも東京でな。突っ込んでください、のぞみさん。それ鳴らしちゃダメなやつですから、怒られますから。ゆずソフト最新作カフェステラと死神の蝶の発売まで残りは27日。発売までついに1ヶ月を切ってしまいましたね。発売は12月20日の金曜日です。年末でいろいろ忙しいかもしれませんが、忘れないでくださいね。ゆずソフトの最新作カフェステラと死神の蝶の発売まで残りは26日です。ついに発売されるのか。なんか感慨深い。いや、予約してくれた人からすれば待ち遠しいかな。発売日の12月20日までもう少しだけお待ちください。どうも皆さん、私はゆずソフト最新作カフェステラと死神の蝶のヒロインの秋月環奈と言います。カフェステラと死神の蝶は12月20日発売ですから、よろしくお願いします。なんかこういまいちですね。いまいちと言いますと？今のって普通に紹介してるだけじゃないですか。そうですね。でも今はもっとこうインパクトのある時代に合った自己紹介の仕方があると思うんです。時代に合ったと言いますと？例えばこんな。
絶対にダメですね。ゆずソフト最新作カフェステラと死神のチョウは12月20日発売ですよ。忘れないでくださいね。よろしくお願いします。少し弱いかもしれませんね。と言いますと？もっと人目を引くようなキャッチーな文章も入れた方がいいんじゃないでしょうか。一応死神とお茶でもいかがってキャッチコピーがついてますけど。それもいいんですが、もっとこう今回の製品がどういう出来なのか、それを伝えるような文章ですよ。何かいい案はありませんか、夏目さん。そう言われても、全米が泣いたとか、全米ナンバーワンヒットとか。カフェステラと死神の蝶を売ってるのは日本だけですよ。もう少し購買意欲をくすぐるような強気な宣伝文句の方が良くないでしょうか。ならクオリティは上々で申し分のない仕上がりとか。ボージョレ・ヌーボーですか。今も語り継がれる2011年や14年に近いクオリティのユズソフト。出してない。その年ユズソフトはソフトを出してないです。あとそういう大げさなのはどうかと思います。虚飾なく事実だけを言った方がいいんじゃないですか。まあ誤解させるのは良くないですよね。だったら今度のユズソフトは令和史上最高のクオリティっていうのはどう？いいですね。それなら嘘は一切ありませんし、購買意欲をくすぐられます。まあ嘘ではないんですが、もういいか。令和史上最高のクオリティのユズソフト最新作カフェステラと死神の蝶発売まで残りは24日です。よろしくお願いします。皆さん、私の名前は秋月環奈です。よろしくお願いしますね。もっと印象的な自己紹介の方がいいんじゃないですか。と言いますと？そうですね。あ、環奈さんって死神なんですよね。はい、そうですよ。結構長生きしてるって聞きましたけど。実は、そうなんです。だから新しい機械は苦手で。皆さんよくあんなピコピコをすぐ使いこなせるようになりますね。ピコピコってそんなおばあちゃんみたいな。もしかして実は数百年くらい生きてる妖怪だったりして。は？失礼な。誰が数百年生きてる妖怪おばあちゃんですって。怒ったかな。許さないかな。秋月かな。なんかテレビで見たことある自己紹介。特典でユズソフトのゲームを予約したことありますか？同じゲームでも予約するお店によって特典が違うことってありますよね。それで特典検索に何時間もかかってしまうことも。ユズソフトのホームページなら特典を一度に比較、性癖に合った理想の特典が簡単に見つかります。ゆずソフト .com から店舗予約特典をチェック。好きな絵柄を選んだら、あとはリンク先に飛ぶだけ。とっても簡単。すぐにあなたの理想のカフェステラと死神の蝶の特典が見つかります。エロゲーゆずソフト。カフェステラと死神の蝶発売まで残り21日。このカウントダウンも残り21日プラスアルファで終わりなのよね。カウントダウンが終わるとどうなるの？知らないんですか？カウントダウンが始まります。それ延期しちゃってるじゃないですか。違いますよ。カフェステラと死神の蝶が発売されるんです。なるほど。ちなみに延期はまずいの？そりゃ良くはないですよね。でも、そこは考え方次第じゃない？と言いますと？延期したら、もう一回カウントダウンを楽しめるでしょ。それに予約期間も伸びる。もう一ヶ月楽しめるドン。予約を入れるドン。そんなこと言って本当に延期したら石投げられちゃいますよ。カフェステラと死神の蝶は12月20日に発売するはずですから、よろしくお願いします。ユズソフトの最新作カフェステラと死神の蝶の発売まで残りは20日。
だ。もう3週間も切っちゃったんだ。ドキドキする。申し訳ありませんが、発売日までもう少々お待ちください。ゆずソフトの最新作カフェステラと死神の蝶の発売まで残りは19日です。ついに12月に突入しちゃいましたね。あれ、でもマスターアップの報告がまだのような。大丈夫、きっと大丈夫ですよね。スタッフを信じてもう少しだけ待っててくださいね。はじめましてでいいのかな。私の名前は四季夏目。名前だけでも覚えて帰ってね。そんな私がヒロインのゆずソフト最新作カフェステラと死神の蝶は12月20日発売だからよろしくね。なんかこういまいちですね。今のって普通に紹介してるだけじゃないですか。でも今はもっとこうインパクトのある時代に合った自己紹介の仕方があると思うんです。この流れに既視感があるのは気のせいかな。でインパクトってどんな？例えばこんな。こんなのどうですか？よりインパクトがあると思うんですけど。ガチャを回すほどヒロインは多くないんだけど。ゆずソフト最新作カフェステラと死神の蝶は12月20日発売です。って宣伝するのはいいんですけど。どうかしたのか？いえね、エロゲってどうやって作るんだろうなって思って。エロゲか、普通の人間にはよくわからんだろうな。ミカドさんは知っているんですか？もちろんだ。ぜひ教えてください。うん、いいだろう。素材、絵、シナリオ、音、プログラム。はじめにゲームの企画を考えて、キャラクターのデザインを起こして。ちくしょう、締め切りを破りやがった。お前はいつもそうだ。このエロゲはお前の人生そのものだ。お前はいつも延期ばかりだ。お前はいろんなことに手をつけるが、一つだってマスターアップできてない。誰もお前を愛さない。これがエロゲの作り方だ。悲しいな。作れてませんけど。ゆずソフト最新作カフェステラと死神の蝶の発売は12月20日です。よろしくお願いします。いかんな。え、何が？それではカウントダウンになっていないではないか。残りの日数を言う必要があるだろう。あ、そっか。そもそもゆずソフトのカウントダウンはカウントダウンをしてない日が多すぎる。ネットではカウントダウンしろよこのクズソフトと言われる始末。確かに今回もすでに数えてない日があるわね。年末進行でいつもより早い時期に発売されるからな。間違いがないようにしなきゃいけないってことね。そうだ、我が輩が分かりやすくカウントダウンをしてやろう。ゆずソフト最新作カフェステラと死神の蝶まで残りは16日だ。減りすぎ減りすぎ、そんなに減らしたらまずいから。あとこの演出は不穏だから、そういう内容じゃないから。